はい、では行きましょう。最小公倍数から整数の決定ですね。ここでどういう問題やるかっていうと見てみてください。ね、こんな感じでですね。ホニャと18の最小公倍数が252であるような、そんな数を求めようっていうことですね。前回までやってたのは、ね、何かと何かの最小公倍数はどうなりますか。ね、例えばこういう感じで、12と45の最小公倍数はどうなりますか、みたいなのをやってたんですけれども、今回は、何かと18の最小公倍数が252になるような、そんな数を求めてくださいという問題なんですね。で、これどうやるかっていうやり方を一緒に再確認していきます。で、最小公倍数からね、この問題みたいに整数を求めるには、やっぱりこの素因数分解で考えるっていうのがもう一番確実です。素因数分解で足らないものを埋めていく、考えていくと。ね、何言ってるかって言いますと、今回の問題をやるためには、まず、やはり前回の動画でしっかりやったように、この、ね、最小公倍数を素因数分解で求める、そのやり方が肝心になりますのでね、もう一度さらっと確認しておきます。詳しく知りたい人は前回の動画を見てください。ね、12と45の最小公倍数を求めたかったら、12っていうのは2の2乗かける3だよと。これも素因数分解はね、もうぜひご自身で頑張ってください。45は3の2乗かける5だよと。そしてここから最小公倍数を考えるには、ね、お互いの足らないものを全部埋めていくんですね。ね、両方にと最大のものを取っていくと。例えばこう見たときに、12は2の2乗を持っているけど、45は2の2乗を持ってないと。最小公倍数は2の2乗っていうのがだから必要だよと。大きい方を取るんですね。こっちを取ると。で、こっちは3があって、こっちには3の2乗があると。こういう場合も大きい方を取るんですね。とにかく大きい方を取っていくと。3の2乗だよと。そして、5はこっちにしかないと。だからこれも5を取って、ね。こうすれば、2の2乗は4、3の2乗は9、そして5。ね、これ掛け算すれば 36×5 で180になると。ね、これを前回の動画でやったんですね。ここまでは OK でしょうか。じゃあね、これを今度はね、今回の問題チックに変えるとどうなるかっていうと、12と何かの最小公倍数が180になりますと、その時の何かを求めてくださいっていう問題なんですね。で、もちろん、ね、ここの先の例で見た通り、当然45。っていうのは答えの一つなんですけれども、答え45だけとは限らないんですね。それをどうやって考えていくか一緒に見ていきます。やっぱりポイントは素因数分解なんですね。12の素因数分解をしたら、さっきもやった2の2乗かける3。そして180を素因数分解したら、これもご自身で頑張ってほしいんですけれども、2の2乗かけ3の2乗かける5と。で、この何かっていうのを求めたいですね。四角で表してます。で、どう考えるかっていうと、やっぱりプロセスはさっきと一緒なんですよ。ね、12と45の最小公倍数を考えるときに大きい方を取っていったと。ね。だから、12と何かの最小公倍数を考えるときにね、こことここを見比べて大きい方を取った結果、ここです、ポイントは。2の2乗になったよと。って言ってるんですね。2の2乗になったよと。ということはこれこっち取ってるんですね。ここまで OK でしょうか。ね。その次、ここです。さ、180を素因数分解したら3の2乗があるっていうことは、こことここを見比べたときに3の2乗を取ってるっていうことは、もうこっちに3の2乗がないと無理なんですね。だから、この求めたい数字にこの3の2乗があるのはもう確定してるんです。じゃないと、ここが3の2乗になれへんから。ね、もしここが3やったら、3と3やったら3取るだけでいいんで、ここ2乗じゃなくなるんですね。同様に考えると、ここに5があるっていうことは、ここに5がないと辻褄が合わないんですね。どっから出てきたんやってなるんです。ね。だこことここを取って2の2乗かけ3の2乗かける5が出来上がってるって考えるんですね。OK でしょうか。ここまで OK ですか。だからこれでもうほぼほぼ話は決まりなんです。あとは、ここですね。ここに2の何乗まで OK なんだろうと。ね。例えば、もうこれ、ここから具体例考えたら分かりやすいかなと思います。ね、12は2の2乗かける3やと。で、もしここが2の0乗かける3の2乗かける5やったら、これの最小公倍数を考えるときに、2の2乗かける3の2乗かける5になりますよね。だから、ここっていうのは、2の0乗 OK なんですね。これ分かりますか？同様に考えていきましょう。ね。12は2の2乗かける3と。で、ここを求めてないけど、もしここが2の1乗かける3の2乗かける5。やっても最小公倍数はやっぱり大きい方を取るんで、これ、これ、これなんで、ね、しっかりこうなってくれると。そう考えていくと、2の0乗、2の1乗、2の2乗まで OK ですよね。
もしここが2の2乗でも、ね、2の2乗かけ3の2乗かける5、大きい方を取ったらこれになりますよね。ただ、もしこれが2の3乗になってしまうと問題ですよね。もしここが2の3乗になってしまうと、大きい方を取ったら、こっちが大きい方になってしもて、もはやこの180の素因数分解の2の2乗かけ3の2乗かける5を超えてしまうんですね。だからここに入る OK な数字は2の0乗か2の1乗か2の2乗っていうことがわかるんです。もしそうなら大きい方を取った時にこれが出来上がってくれるからって考えるんですね。で、これをね、こう星とか使うと格好悪いんでね、ちょっと数学っぽく書くならば、よって求めたいこの数字っていうのは2の形乗かける3の2乗かける5だよっていうことが言えます。ね、この形状っていうのはさっき書いた星っていうのが格好悪いから K にしただけです。で、K に入るのは0か1か2なんですね。0か1か2だよと。この時 OK だよと。だってもし3とかやったら、もはや180じゃなくなるからっていう意味です。これ意味わかりますか？ね、あとは計算していくだけです。もしこれね、2の0乗。ここ K が0やったら、2の0乗かける3の2乗かける5ですね。計算したら45になってくれます。もし K が1やったら、2の1乗かける3の2乗かける5ですね。計算すれば90になります。もし K が2やったら、2の2乗かける3の2乗かける5で180になってくれます。で、実際試してくださいね。45でも90でも180でも、実際最小公倍数は180になってくれますよね。ここまで OK でしょうか。あとはですね、この考えを使ってね、もう一問ぐらい実践的な問題を見ておけば、もっとね、理解が深まるかと思います。ね、N を正の整数とする、N と18の最小公倍数が252であるような N をすべて求めようと。で、さっきは四角でやったんですけれども、やっぱりこれは格好悪い。ね、数学っぽくするために、まあ N というふうに文字を使ってます。ただやることは一緒ですね。やっぱり素因数分解すると。18を素因数分解すれば 2×3 の2乗。252を素因数分解すれば、頑張って頑張って2の2乗かけ3の2乗かける7。これも大丈夫やと思います。そしてこういうふうに書けばいいと思います。ね。で、ね、こう見比べた時に、ね、ここになんかポコポコポコとあって素因数分解がね、求めた N には、大きい方を取った結果、2の2乗かける3の2乗かける7っていう風になってるんですね。この3の2乗はどっから来たかっていうと、こっから来たんですが、この2の2乗はどっから来たかっていうと、この18は持ってないんで、この求めたい N から来るしかないんですね。同様にこの7もです。この7っていうのは18ないから、こっから来るしかないと。ね。だここはもう2の2乗かける7は確定です。で、あとはこの3に関してはどうかと。ね。3に関してはどうか。3に関しては自由なんですね。ある値を超えへん限り。どういうことかっていうと、これね、まあ、さっきの子供っぽく3の星乗と考えれば、もしも2の2乗かける3の1乗かける7ならね、この18の素因数分解を考えた時に、大きい方を取ったらどうなるかっていうと、こっち大きい、こっち大きい、こっち大きいから、ちゃんとこれが出てきてくれるんですね。ところが、ね、18の素因数分解書いて、もしこの N のとこが、もしも、2×3 の4乗 ×7 とかね、3の、まあ、3乗でもいいですか。ね、とかやったら、大きい方取ったら、ね、ごめんなさい、2の2乗ですね。よいしょ、ここ2の2乗ですね。ごめんなさい。大きい方取ったら、2の2乗かけ3の3乗かけ7ってなって、もはや252の素因数分解を超えてしまうんですね。つまりここの星に入るのは何まで OK ですか？ 3 の0乗から3の1乗も OK で、3の2乗も OK ですが、3の3乗になるとこれはもはやダメやったんですね。今見た通り。だからここ OK だよと。ね、これを数学っぽくならば、書くならば、N は2の2乗かける7は確定したけど、真ん中はどれでもいい、どれでもいいというかね、ある数字の時はいいよと。N は2の2乗かける3の形乗かける7みたいに書いてね、K は0と1と2の時が OK だよっていう、こういう書き方をすればいいんですね。あとは数字をしっかり求めていこうと。もしも K が0やったら、ね、この式、ここ0代入して計算すれば28と。もし K が1やったら、ここ代入して計算して、K は N は84になると。のように K が2やったら、計算して、N は250になる。よって、この3つが答えと考えられると。もしね、N が28とか84とか252やったら、ね、18の最小公倍数が252になってくれるよ。ということです。OK でしょうか。ということでね、ここでは最小公倍数から整数の決定のやり方について再確認しました。どうでしょうか？理解できましたでしょうかね。あとはね、自分でもノーヒントでできるように、類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。